あ、皆さんこんにちは、ゆうこちゃんです。よろしくお願いします。涅槃寂情、新しい新規の、近畿だ、近畿のエクストラステージのボス、あれさ、なかなかでんくない？なんかめちゃめちゃ出やすいっていうコメントがちょこちょこあったんだけど、正直言っていい？無料対数のがめっちゃ出るから。無料対数3連続で出たこと2回あるから、実数6連続だからっていうぐらい、スピクリつけるとめっちゃ出るのよ、無料対数。ただ涅槃さんはまだわかんない、 HP マックス説だったりとか。っていうか前と同じような条件は多分やんないと思うんだよね、さすがに。アラヤがなんか HP マックス説あるじゃん。だけどさすがにもうそこで使ってるから、その条件は。ってことで荒稼ぎとか、はたまたなんだ、スピクリじゃなくてもう一個見あんじゃないな、ゴミ、だったりとかだよね。どれだっけ、枠枠の力、枠の力じゃないよ、モンスター、いやー、まあまあ、これで見てみるわかるか、力つけて、スピクリ、あ、チビーやし、ハート強化、学び、S ランク、どれが本当なんじゃ、よくわからない。別に公式に発表されてるものではないから、そのスピクリのみもそうだよね、無料対数の、体感としてちょっと出やすいっていう感想ですよね。なのでちょっとね、濃厚な感想説が出たら、じゃそれでちょっとね、涅槃寂情さんはね、周回していこうと思うんだけども、しばらくはまだ無料対数でいいかなと思っとる。今ラック40だから、あと59、あとちょっとなんだよ。じゃあ最後にモントを引いていこう。今日はね、特にね、ないのよ、ネーターが。秋ネーターがね、秋ネーター。お、アブドゥーグだっけ、なんだっけ、あ、めちゃくちゃいいじゃん、アブドゥーグか。めちゃくちゃいいじゃん、アブドゥーグね。俺ね、運極じゃないのよ。あ、めちゃくちゃ嬉しいぞこれ。モハメド・アブドゥルだよ、こんなの。アブ。65から今70になったってことね。アブドゥル過去70歳。独身。いいじゃないですか。はい、ということで、今夜もね、やれたら、無料対数マラソン、ちょっとやっていこうかなと思いますんで、よかったら、遊び来てね。バイ。皆さん、食事には気をつけていますか？私たちの食事には常に糖分や脂質に塩分、数々の体に影響を及ぼす要素が含まれています。影響を及ぼすぞ。これらを解消する方法を今回はご紹介しよう。やったぜ。食うな。は？うなとか無理だしな、そうだし。以上です。ありがとうございました。終わり。